どうも皆様、おはこんこんみつキックバサーです。さあ今回もやってまいりました、任天堂ダイレクト。夜中なんで静かにやっていくつもりです。さあ始まりました、任天堂ダイレクト E3 2021。皆さんこんにちは。こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。まあ、あの今回は同じく案内役を務めます小泉です。新型スイッチの発表は、本体の発表はないっていうことで、発売から5年目になりますが、おかげさまで世界中の多くの方々にプレイしていただき、もう5年なんで、年齢やゲーム経験を問わず幅広い世代でお楽しみいただいております。はい、皆様本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。スイッチは任天堂が提供するソフトだけでなく、ソフトメーカーさんからもこれまでさまざまなジャンルのソフトを多数ご提供いただいております。そうですね。これからご覧いただくダイレクトで、はい、皆様にとって良いソフトとの出会いがあればと思います。今回のダイレクトでは年内に発売が予定されているタイトルを中心に最新の情報をお届けしていきます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速こちらの映像をご覧ください。はい、まあ、というわけでもう大体すでに情報出てるやつとかもありそうですね。これはそう、今更なんですけど、ゼルダか、ガノンドロフだよねかな、合ってるよね。いきなりマジで、うわそういうことか。いや急すぎんよ、ちょっと急すぎんよ、びっくりしたわ、頭が追いついてね。マジか、三島和也出た。うわなるほど、格ゲーから何人目だ、もう4、5人、5人目ぐらいかな、結構出てる。鉄拳だっけ、鉄拳は、ファルコまでやられてる。落とされる、バイバイ。ちょっとピット、でもみんな落とすやん、みんな落とすやん、ちょっと、デビル、あるんだデビル。デビルジンは知ってるけどな、風あったっていうのはちょっと僕自身はねやったことがないというか、友達の家でやっただけぐらいなんで、正直記憶がおぼろげではあるんですけど、こんなステージあった気する。違うか、びっくりした、背景キャラだね、そうだね、A8 は出ないね。そういう感じか、この音声そのまんまやん、鉄拳。カービィやめてあげて、やめ、いやでもカービィは飛んでくるんじゃないの、ほら逃げた、やっぱり。こんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正宏です。どうも。格闘ゲームシリーズ鉄拳から三島和也が参戦します。マジっすか、なんと。詳しくは後日の番組で説明しますが、少しお待たせします。これはそこで今日は使い方と和也における通常技のダイジェスト映像を用意しました。ご覧ください。これやってる人のテンション上がるんだろうな。いやもう格ゲーやん、格ゲーやんつーか鉄拳やん、スマブラちゃうやん。おお、すげえな、めっちゃ技ある。ロップクラッシュ、ジャンピングそば、アラクセン、対人剣、通常技でこんなあんの、投げかない、螺旋幻魔キック、ライジングトゥーキック、すごいな。おお、出た、超パチキン、魔人剣、今の投げっぽいな。多すぎんか、ちょっと。おお、10連コンボ、
ちょっとこれは鉄拳ですね、うん、いいえ、はい、スマブラです。はい、分かってます。詳しくはカズヤの使い方という番組で追ってお出しします。そうだね、実はこれから収録するんですけれども。あ、マジですか。頑張ってください。ご覧の時間でお楽しみに。28日再来週ぐらいか。まあちょっとお待たせしますって言ってたもんね。ありがとうございました。ああ、カズヤか。ダイランとスマッシュブラザーズスペシャルの有料追加コンテンツとして新ファイターカズヤが参戦です。鉄拳シリーズで数々の死闘を繰り広げてきたカズヤがスマブラの舞台でどのような活躍を見せるのか。でもこれ E3 ってことはキャラ2人発表あるのかな。引き続きヘッドラインをご覧ください。前回確か勇者とバンカズが出た時も確か2人でしたよね。あの時も E3 かなんかでしたよね。そんな気がするんだけど。カカロットが任天堂スイッチに登場。ほう、ベジータやナッパが地球に襲来する。ドラゴンボール Z カカロットってあんまりなんか評判そんなに良くなかったような話を聞いたんだけど、どうなんだろうか。凶悪な人造人間たちとの死闘を描く人造人間セル編。うわー、映像すげーな。史上最強最悪の魔人が復活。魔人ブー編までのストーリーがゲームで楽しめる。うわー、ドラゴンボール Z の世界を探索できるフィールドでは 3D すごい好きなんですね。困っている人を助けたり、食材を調達したり、時には修行をして新たな必殺技を習得するなど、ああいうのも好きなんです、ね、気ままにこの世界を冒険できる。さらに追加エピソードの新たなる覚醒前後編も収録。おお、ドラゴンボール Z カカロットプラス新たなる覚醒セットは9月22日発売。そうかそうか、追加コンテンツ付きみたいな、そんな感じね。 OKOK。 美しき恐怖再び、なんか見たことあるようなないような、そんな感じがするな。なんだろうこれは。ん？あ、いや、なんか見たことある気がする。今年20周年を迎えるゼロシリーズから、やっぱそうか、ゼロだ。ガラスの巫女が任天堂スイッチに登場。そうだ、あの写真撮るやつだ。確かそうっすよね。僕そもそもホラーゲーム苦手なんでやるつもりはないですけど、小塚田優里は噂じゃないけどそういうゲームがあるっていうのは聞いたことある。氷上山へと向かう。ゼロか、スイッチに唯一の武器は霊を撃退できるカメラ。そうそうそう、これこれ遮影機、これ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 。死の山、幽魂、神隠し。ちょっとちょっと、こんな夜中にこんな見たくないんですけど、ちょっとやめて。怖いよ。氷上山の秘められた儀式の謎に迫っていく。ちょっと勘弁してよ。怖い怖い怖い。ゼロ、濡れガラスの巫女はコスチュームやフォトモードを追加して2021年発売。おお、あ、まあ年内発売のやつって言ったかな今回。30年の時を経て。おお、30年前は生まれてねえぞ。鋼の戦火が燃え上がる。多分ね、何らかで聞いたことありそうな。え、さまざまなアニメーションに登場したロボットたちが一堂に会するシミュレーション RPG、 スーパーロボット対戦シリーズ30周年の記念タイトルが登場。何？劇場版マジンガー Z インフィニティ。マジかよ。機動戦士ゼータガンダム。いや、勇者王ガオガイガーファイナルだった。多数のロボットが参戦。ファイナルだし、しかも作品の垣根を越えて。あ、まあまあまあ、アムロは出るよね、ニューガンは出るよね。お、ワンスロット。新たなスパロボが始まる。ギアスが出る。スーパーロボット対戦サーティーは2021年発売。マジ？最近音沙汰ねえなと思ってたら出るんだスパロボ。もうすぐ発売ソフトラインナップ。それは予想してねえわ。滅びた王国の謎をめぐる少女と騎士の物語。エンダーリリース。クワイタスオブザナイツ。こういう横スクロール好き。偽りのリソース現実世界への帰宅を目指す学園 RPG カリギュラ2。面白そうなんですけど。マナを巡る冒険が、レジェンドマナーはってことは、これ多分1ですね。レジェンドオブマナー2とかついてないから。
ジュアル、出た出た、ストーリーを一新、スマホゾー5、生まれ変わったシリーズのこれもどうなんでしょうね。今のところはちょっと賛否両論あるけど、そんな感じなんですね。スターを集めて1位を目指せ。これはなんかマリ、マリ、あ、パーティーか、あ、そっかそっかそっか、懐かしのスゴロクと、そうだ、スター集めるって言ったら、そらそうしかない、そらそうだよね。マリオパーティースーパースターズが登場。スゴロクはピーチのバースデーケーキや新作だっけ、なんか聞いたことある気がするんだけど、ニンテンドー64で発売されたマリオパーティーシリーズから5つのボードを完全リメイク。あ、64のやつか。誰よりもスターを集めて目指せスーパースター。これはね、あのターンごとにみんなでミニゲームで対決、みんなで遊んだ記憶があります。つなげて、顔変えて、すべてのゲームでボタン操作に対応。お、歴代マリオパーティーシリーズの中からとっておきのゲームを100個収録。見たら覚えてるミニゲームがちょくちょくある。オンラインプレイに対応、フレンドとの対戦はもちろん、世界中のプレイヤーとランダムマッチが楽しめる。なるほど。さらにフレンド同士なら途中セーブが可能。あ、いいね。スタンプを使ったコミュニケーションも。マリオパーティースーパースターズは10月29日発売。もう発売日も決まってんの。このダイレクト終了後、任天堂 e ショップで予約受付開始。あら、いいね。みんなで盛り上がれるゲームってやっぱ任天堂さん強いですね。次の映像をご覧いただく前に少しだけ。はいはい。すでに発表しているメトロイドプライムシリーズの最新作、うん、メトロイドプライム4については現在も鋭意開発を進めておりますが、はい、本日はそれとは違うもう一つの新たなメトロイドを皆さんにご紹介します。お、マジ？こちらをご覧ください。あ、すごい今更ですけど、あの扇風機を、扇風機っていうかサーキュレーターちょっと回してるんで、もしかしたらマイクに音が入ってるかもしれません、ごめんなさい。メトロイド5。うわ、画質すげえな、やっぱりスイッチになると結構こう作品ごとにちょっとサムスのスーツの色っていうか変わりますからね。あのなんだっけな、アドバンスで出てたやつ、あれはなんかちょっとこう紫っぽい感じのサムスでしたからね。まあよく見るのはあのスマブラに出てくるオレンジ色っていうか、ああいう色のサムスなんですけど、結構作品ごとにちょっとこれはどっちかというとあのなんだろう、ガンダムっぽい色というかそんな感じ。おーおーおーおお、気持ち悪い。4足歩行。おお、あ、なるほど、こういう感じか。あ、まあこういう感じっていうか、メトロイドこういう感じだもん。横スクロール、何そんな演出あんの。あ、メトロイドドレッド5はタイトルじゃなかったのか。おお、メトロイドね、気になる。あのアドバンスで出た時っていうのは気にはなったことはあるんですけど、なかなかね、いかんせんこういうゲームが僕苦手なものでして、まあ、ゲームなんでもまあ苦手なんですけど、この横スクロールアクションっていうのかな、好きだけど得意ではないですよね。何姿消したって映ってるっすね。結構なんかスーツごとに能力があるので、ね、そんな感じですよね。これはなんだなんだなんだ。おお、メトロイドドレッド、なんかまたすごい世界観だなこれ。10月20日、20日じゃない、8日。へえ、ね、ご覧いただいたのは 2D メトロイドシリーズとしては約19年ぶりとなる完全新作、メトロイドドレッドの映像です。19年ぶり、タイトルにもなっているドレッドの文字通り、サムスを襲うさまざまな恐怖を描いた新感覚のメトロイドになっています。ってことは2001年だから、10月8日の発売を予定していますので、ぐらいか、もう少しだけお待ちください。発売日にはサムスと先ほどの映像にも登場したエミーと呼ばれるロボットのアミーゴも同時発売いたします。なるほど。あ、セットも出るんだね。引き続きデッドラインをご覧ください。わあ、いいねいいね。ラウンド開始まであと少し。始まる前の映像ですごい流れてるやつですね。発売が迫る
マリオゴルフスーパーラッシュ、なんだっけ、新キャラで収録モードを一挙ご紹介。名前が出てこない。風を読んで、オデッセイに出てきた、あ、ポリーン市長、そうそうそう、じっくり考えてコースを攻略するスタンダードゴルフ。さまざまなショットを打ち分けて目指すはアンダーパー。ナイスバーディー。打ってミンゴル、ミンゴルじゃないけど、ミンゴルもマリオゴルフもな、スピードを競うスピードゴルフ、やったことがないから、どんな感じなんだ。スペシャルダッシュやスペシャルショットを使ってライバルたちに差をつける。そう、あった、ポリンス、ポリンス長。アスレチック会場にある9つのカップを早い者勝ちで奪い合う。うわ、なんだ俺、カップ争奪戦なんだ俺。あなた自身が主人公となるアドベンチャーモード。やっぱ人は違ったゴルフを楽しみながら様々な課題に挑戦。なんだそれ、そんなのゴルフじゃねえもん。追加コースや追加キャラクターなど無料アップデートを配信予定。ここって一人でもみんなでも今のあのオデッセイのでっかい街じゃない、名前忘れちゃったけど、マリオゴルフスーパーラッシュは6月25日発売。おお、まあこれは結構最近、最近っていうか最新、割と新しく出る。おい、始まる。ときめも、え、嘘。学園恋愛シミュレーションゲーム。あ、そう。ときめきメモリアル。そっち、あ、そっか、ガールズサイドだから。そうか。任天堂スイッチに登場。女の子側の話ですね。クラスまで一緒とか。もう何かさ、羽ばたき学園の新入生としてイラストすげえな。あなたの高校生活がスタートします。てか、え、ときめも。アルバイトなど、いつ以来よ。自分を描いてスケジュールを管理。3以来じゃない、本当に。気持ちいいな。いやでもこっちはこっちはてか、ガールズサイドはちょっと。送る中で特別な出会いがあるかもしれません。ありがとう。誰と何をするかは選択次第。どのように過ごすかで、あなただけの学園生活が待っている。全部丸やで。気の合う仲間と賑やかな学園生活を送るもよし。それとも一人に寄り添う？サンキュー。新たなときめき生活が始まる。へー。ときめきメモリアルガールズサイドフォースハートは10月28日発売。へー、マジか。これ復活ってことでいいようなシリーズ。モンスターと共に世界を巡れ。これはなんだっけ、ストーリーズ2か。モンスターライダーとなって世界を巡る RPG で合ってますよね。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼。これちょっと面白そうなんだな。旅を共にするモンスターオトモンに乗れば、広大なフィールドを自由に駆け回ることができます。フィールドではおなじみの蜂蜜や鉱石などを採取でき、新たなアイテムを作るための素材となります。また多数のモンスターが生息しており、おとなしいものもいれば、いきなり襲いかかってくるモンスターも。わあ。バトルはコマンドバトルで進行。あ、マジ？モンスターの癖を見極めながら、そういう、もともとそういうやつだ。仲間のオトモンと力を合わせることがポイント。そうだもん、一応 RPG だもん、ね。勝利すれば、あのモンスターの素材を入手でき、新たな武器や防具が作成可能。あ、ここはそうなんだ、一緒なんだ。そして卵を見つければ、新たなオトモンと出会えるチャンス。レアな卵からは強力なオトモンが生まれるかもしれません。おあれがあのオトモアイルみたいな。新たな冒険が始まる。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は7月9日発売。うーん、また来月じゃん。製品版にセーブデータを引き付ける体験版は6月25日配信。ニンテンドースイッチピックアップタイトル。おい、ろくでなしヒーローチームガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを率いて銀河を救え。星々を巡りフィールドを探索。バトルではあのワイルドな空中アクションと仲間との連携が鍵となる。クラウドだもんね。オンラインで書いてたから。ガーディアンズに託された。オンライン、オンライン、オンラインヒーローたちをまとめ上げ、え、銀河を守りきれるか。どういう感じにやっていくんだ。お、なんだ。このゲームの主人公は王様に呼ばれた30人のうちの1人。国を豊かにしてほしいとお願いされ、できることを探しに出かけます。名前よ。家を建てて家賃をもらってもよし、魚を釣って売ってもよし、
勇者を目指し戦っても構いません。あー、はいはい、自分なりのやり方でこの国を幸せにしてみませんか。こういう感じのやつね。あの社長から新作のお知らせ。ワリオじゃないの。やっぱそうだ、これブリブリだな。嘘、誰だって。え、俺だよ。これはメイドイン、メイドイン、に完成したんだ。メイドインする、俺様の会社の新作ゲームが今回はなんと俺様を動かせるのだ。マジか。よし、うわー、スイッチで当たるなよ。おい、もちろん馴染みの仲間もいるぜ。アシュリー、しかもそれぞれアクションが違うんだ。ブーメランを使ってよくやった。おー、ヨーヨーを当てろよ。やるじゃねえかよ。あー、なんかすげえ、なんだろう、 3D っていうか、なんだろう、そんな感じになってる。あ、大事なことを言い忘れた。今回はなんと2人同時にプレイできるのだ。しか、お前ら仲良くプレイしろよな。なにそれ、面白そう。あれじゃエブリバディ、怒涛の瞬間アクションに挑戦してくれよな。ゲームで待ってるぜ。出るんだ。お裾分けるメイドインワリオは9月10日発売。このダイレクト終了後、俺一人でプレイしたらお裾分けなんねえけどな。予約受付開始。一人だったらなんねえけどな。マジけ。最後にご覧いただいたのはお裾分けるメイドインワリオの映像です。なすかそのポーズ。最新作ではワリオとその仲間たちを自ら動かす新たな瞬間アクションや2人同時プレイなどが加わり、マジか、遊びの幅がぐっと広がりました。すごいね。発売までもう少しだけお待ちください。はい、続いてはこちらの映像をご覧ください。うん、なんだ。お、あ、これあれだ、あのメガテン。主人公は東京で暮らす高校生。メガ、え、メガテン、なんだっけ。この時までは、なんかリマスターのやつじゃん、確か。謎の異世界に足を踏み入れてしまったこの時から、やっぱアトラス BGM かっこいいよな。悪夢のような現実が始まる。そこは天使と悪魔が実在するもう一つの東京。そんな絶望の世界に突如現れた謎の男。少年は悪魔と対峙する力を身につける。5か、そうだ、5だ。リメイクじゃないか、最新作のやつだ。そっちか。砂漠と化したこの世界には、おお、ああ、スライム、スライムだ。そのほとんどは主人公に牙を向け、襲いかかる。こういうタイプなんだ。悪魔とのバトルはコマンド形式で進行。戦いで重要となるのは相手の弱点を見抜くこと。成功すればこちらの行動回数が増え、バトルを有利に進めることが可能。ほう、そういうシステムか。手強い敵となる悪魔たちだが、交渉次第では行動を共にする仲間となる。お前なんかひどい。出た。今後ともよろしく。交渉は悪魔に話しかけることで始まる。ケルベロス、これね、結構難しいんですよね、こういう交渉。あのデビチルとベルセノファイブでね、ちょろっとやったことあるんですけど、これ普通に失敗すると要求を断ることで息に感じ仲間になる悪魔も。あ、マジ。仲間となった悪魔は共に戦い共に成長していく。そう、これね、うまくいかなかったら本当に、さらに本当に一旦無駄になっちゃうし、ね、新たな悪魔が生み出せる。難しいんですよね、楽しいけど。オンベルゼブン、合体させる悪魔の能力を一部継承でき、あの通常では持ち得ない能力を宿した個体が生まれるなら、かわいい、あなただけの悪魔を育成可能。マハラギかい、マハブフじゃねえんだ。絶望の東京で待っているものと、ジャークフロスターの方のイメージなんですよね、個人的には。悪魔の力で悪魔に挑め。怖
かっこいい。光神螺旋山喋ったし、ね、女神転生5は2021年11月11日発売。結構する結構するな。また初回限定版禁断のナホビのボックスも同時発売。なかなかしますねお値段。ご覧いただいたのはアトラスさんの新女神転生5です。シリーズ完全新作となる本作にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。はい、さあ何が10年の時を超え蘇る。え、10年。えあのパワプロくんポケットが10年ぶりに任天堂スイッチに登場。声出せないの。選手を育成するサクセスは初代と2をベースにした3つのシナリオを楽しめる。不良が集まる野球部を再建せよ。これ1、2編。ああ、戦争編な。解散の危機に陥る球団を救え。モグラーズ編。戦争の時代にタイムスリップ戦争編。ああ、戦争編だ。パワポケならではの何でもありなシナリオが展開。うわ、マジで。そして新育成モードサイバーバルを搭載。ああ、これあれだ、あの最大4人で協力し、パワポケっぽいわこの裏シナリオ。裏シナリオ感がパワプロ感満載。作れちゃう、すげえ。さらに育成した選手でチームを編成。ああもう最大4人での対戦や協力プレイが可能。マジか、 そっちが出るんだ。パワプロくんポケット R はうわマジで。いや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 、それは聞いてない、それはマジで聞いてない。あのタッグが再び。お、え、これあれだ、あのなんだっけ、ラビッツや。マリオとラビッツが新たな冒険に出発。そうなんだけど、前宇宙。闇の力を持つ悪い奴らから星を救うため、マリオとラビッツが立ち上がる。おお。ちょっぴり気だるそうなラビッツロゼッタも仲間に加わり、あ、ロゼッタか。さまざまな星を巡る宇宙の旅へ。おお。今回はバトルもパワーアップ。これなんかちょっとあのシミュレーションフィールドを駆け回って繰り広げるあのスパラボとか戦略バトル。ちょっと違うけど、ああいう感じなんですね。新たな仲間の助けも借りて勝利を目指せ。なんだこのパチモンのスタッフィーみたいなやつ。誰？誰？本当に誰？マリオとラビッツ。そして宇宙の命運はいかに？マリオプラスラビッツ最新作は2022年発売。これ多分、あ、そうだよね。また日本語版だと違うタイトルっていうか出そうですね。任天堂スイッチピックアップタイトル。あ、ポケはびっくりだよ本当に。スーパーモンキーボール1と2がセットになって、懐かしい。任天堂スイッチに登場。懐かしい。これもこれね、昔あのコース自体なんだっけ、そっちコースを傾けてお猿をゴールまで導いて。 PC 版かなでやったことがあるんです、ちょっとだけですけど。中にはこんな危険なステージも。うわ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 。最大4人で遊べるパーティーゲームを収録。お、あー、なんかあった気すな。みんなでも、あ、出た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 。スーパーモンキーボールを遊び尽くせ。おお。虫姫様。ほう。エスプガルーダ2。シューティングゲーム。ロボパチ大復活。なんだなんだ。ケイブの弾幕シューティングゲームが次々登場。ほう。難易度選択で初心者から熟練者まで腕前に合わせて楽しめる。あ、それはありがてえ。乱れ舞う弾幕をこういうのね、意外とハマるんですよね。僕昔ご覧のタイトルを PC でめっちゃやったんですよ。2021年配信。なんだっけ、ダイソーかなんかで売ってる100円のゲームのやつでめっちゃハマったのがあったんですよね。懐かしいわ、ああいうシューティングゲーム。生き残りをかけ矛盾を打ち抜け。弾丸論破じゃん。え、マッシー、おやおやさん、校内放送。これスイッチにリメイクされる。マジで。うわトリロジーか。弾丸論破3部作がセットになった弾丸論破トリロジーパックが登場。ワンツリロード買ってるからやんなきゃいけねえ。そっちもやんなきゃいけねえ。割と高かったんだよな。他の生徒を殺さなければならないという理不尽なルールのもと、ってことはこれ3作全部入ってるってことな。そんな中、機体が発見されました。生徒の死が発覚する。うわ、そのまんまだ。ちゃんとそのまんまだ。あ、やっぱそうだ、あの V3 も入ってんだ。誰なのか
集めた証拠を頼りに議論に潜む矛盾を。モギトの先制攻撃だめ。出た出た出た。モギト。あ、大丈夫。ははは、狛江だ。さらに龍弾が論破 V3 に収録のボードゲームがパワーアップして生まれ変わり。ああ、 V3 か。シリーズに登場する生徒たちが集結。育成バトルを通して才能を磨く南国合宿が幕を開ける。普通にV3 出てくるの。 V3 リゾート生活が待っている。これオリジン弾丸論破トリロジーパックプラスハッピー弾丸論破 S 超高級の南国最高合宿は2021年発売。またダウンロード版はタイトルごとに発売予定。マジっすか、マジっすか、弾丸出んの。もうすぐ発売ソフトラインナップ。びっくりだ。 Again 冥界の王ハデスの息子が家出を試みるローグライクアクションゲーム。前なんかでやってたね。ハデス大切な人と。おー、なんだ。世界を飛び回ろう。あ、このタッチいいだ。スカイ星を紡ぐ子供たち。このうわこのタッチいい。あ、出んだよ。リアルプロ野球ゲームの決定版。もうね、佐藤輝明選手の、Z ポーズが収録されるっていうのに話題になってましたね。2021グランドスラム。ほらほらほら、来た来た来た。早速導入したよ。あ、出た。クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、来月ですね。終わらない7日間の旅。渋谷を舞台に生死をかけた。この諏訪じゃねえ、諏訪湖の新素晴らしきこの世界。これ DS かなんかだったんだよね、最初。あ、時代を揺さぶる。そうだそうだそうだ。大逆転が再び始まる。これなんか出るっていうのはちらっと見た気がする。大逆転裁判 1&2 なるほど龍之介の冒険と覚悟。おお、いかがでしたか。今回のダイレクトは次が最後の紹介になります。あ、マジで。ご覧ください。ちょっと今回やっぱすごいな。さすが E3 だ。お、ゼルダ。これ無双だよね。そう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 。エキスパンションパスの情報を何だ。うわー、出た。ガーディアン。ちょっと待って。お、ブレワイゼルダ。ゼルダじゃない、リンク。この新しい方のっていうか、ゼルダの声って確か笹沼明さん、このガンダムシードで出会ったの声をやったあの人らしいんですよね、確か。そうか、でもエキスパンションパス。おー、ゼルダ姫。そうか、情報まだあんま出てなかったか、そういえば。はい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 。こんにちは。こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。お、まずご覧いただいたのは光栄テクノゲームスさんのゼルダ無双厄災の目視録。ブレワイの続編来ますか。これ追加コンテンツ第1弾の映像です。来るんじゃないですか、ブレワイ。ブレスオブザワイルドの100年前を舞台にしたリンクや仲間たちのさらなる戦いにぜひご期待ください。はい。さて、本日は他にもいくつかご紹介したいと思います、はい、うん。まずは改めてになりますが、来月に発売が迫ったゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。はいはい。ジョイコン2本持ちでリンクと一体になって冒険できる体感操作と、ね、すごいよね。よくこんな発想思いつくもんだよね。スティックを弾いて剣を振るボタン操作の両方に対応しています。スティックを弾くのに切り替えるってのはすごいな。また今作はシリーズで最も古い時代を描いた本当にゼルダの伝説の始まりの物語です。うん。マスターソードはいかにして誕生したのか、なぜゼルダという女性が伝説と語り継がれるようになったのか、うん、本作によってこれらの始まりが紐解かれます。いや、これもともとやってた人たちはもう知ってるってことですね。スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。ということでいいんだよね、多分。次に、ん、実はこんなものを作っています。はい、ゼルダの伝説が遊べるゲーム&ウォッチです。お、今年でゼルダの伝説は誕生してから35年を迎えます。35周年にあたってのキャンペーンは予定していませんが、うん、節目となるこの機会に
当時を振り返ることができる特別なアイテムとして、時計になってる、懐かしのゼルダが楽しめるゲーム&ウォッチの開発を進めてきました。収録しているゲームは、初代ゼルダの伝説、リンクの冒険、なんかゲームボーイ版のゼルダの伝説、夢を見る島、そしてキャラクターがリンクになったゲーム&ウォッチのバーミン、かわいい、じっくり遊べるゼルダから気軽に遊べるバーミンまで、4種類のゲームがお楽しみいただけます。またいい、ね、ゲーム&ウォッチならではのウォッチ機能として、これすごいよね、初代ゼルダの伝説をテーマにした遊べるゼルダ時計と、リンクの冒険をテーマにした遊べるショートタイマーをご用意しました。カップラーメンあれで待ってんの？その名の通り、どちらもリンクを動かして遊ぶこともできます。そうなんだ。手軽にいつでもゼルダが遊べるゲーム&ウォッチにぜひご期待ください。これファンはたまらんね。さて次が最後となります。いやこれこそゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編です。ほら来た。最初の公開から約2年間何もお伝えできていませんでしたが、ほら来たよ、開発は順調に進んでいます。来た来た。本日は新たな映像を少しではありますがご用意しましたので、いや少しご覧ください。そんなわけないでしょ、絶対こういう時って結構見せてくれんなって。いやこれ発表された時すごかったもんね、本当反響が。結構こう外国の方のリアクション動画とか見るとね、もう涙するぐらい喜んでた人とかもいるからね。何ここ、てかなんか格好がまた変わってる。わあいい空、何、あいたいたいた、おおおおお前、え、なに、なんかすごい力を、手から炎、水、風、水、なに、そんな能力持ったの、これなんかラスダンみてえだな、いかにも。いやラスダンやんラスダンやん、もう。なんだなんだなんだ、物騒だな。ああ来年か。へえ、なるほどね。いかがでしたか。冒険の舞台は新たにハイラルの空の上にまで広がります。マジか。まだお時間をいただきますが、2022年の発売を目指して開発していますので、はい、どうぞご期待ください。はい、待ちます。いかがでしたか。お、本日の任天堂ダイレクトは以上になりますが、今回紹介できなかったさまざまなタイトルについても開発を進めていますので、今回すごかった、やっぱり。今後も任天堂スイッチにご期待いただければと思います。僕の知ってる作品が結構あったからね。ご視聴ありがとうございました。知ってる作品っていうか好きな作品が結構あったのがすごい。終わりかな？終わりかな？終わりっぽいな？終わりだね？うん、これはもうさすがに終わりでしょう。あ、OKOKOK。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。いやー、今回も盛りだくさんだったなー。もう、カスヤの参戦が遠い昔のようだ。はい、というわけで、以上、ミツキックバスターでした。またね、これを編集して出すと思うんで、ぜひご覧ください。以上、ミツキックバスターでした。さっき言ったか、次回の動画でお会いしましょう。それでは、もう寝ます。明日朝早いんで、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。